そうです、レジェンズです。グランパスレジェンズが来ました。ドラマのすごいムービーです。そして岡山哲也さん、田中圭司さん、田中海馬さん、塩田真嗣さん、そして磯沼優太さんです。早速、北口さんに伺いたいと思います。お帰りなさい。浜野美奈さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ケンタのこのケンタだな。さあ、久々の日本、そしてグランパスの試合、それが国立です。Yes, after 10 years, I came back in America. 10年ぶりに日本に戻ってこられて本当に嬉しく思っています。 I promise you that I will be like myself today again. 今日グランパスに勝ちを取らすために宣伝からやってきたので絶対にしましょう。嬉しいですね。さあ、それじゃあスペシャルなゲストたくさんいらっしゃるので今日の試合に向けてのエールを一言ずつもらっていきましょう。まずは一番若い磯村亮子さんからいただきたいと思います。皆さんご参加します。グランパスのサポーターの方も、新潟のサポーターの方もお参加しております。今日は僕もすごく楽しみにしてた一戦で、この両チームが国立で戦うの、本当に楽しみにしていました。この両チームで本当にいい雰囲気と素晴らしい試合を期待しておりますので、ぜひぜひ皆さんでいい雰囲気を作ってください。よろしくお願いします。さあ、両チームに浮かびなく2人で、はい、順番ですお願いします。皆さん、塩田です。ご参加しております。私はグランパス2年しか在籍しておらず、ちょっとここにいていいのかっていうちょっとそんな思いもありながら、でも今日呼んでいただいたので皆さんと一緒に、このスタジアムが熱い空気になるよう私も一生懸命両チームを応援したいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。両チームさんが2人いらっしゃいましたね。じゃあここからは、じゃあ田中彩子さんお願いします。グランパスファミリーの皆さん、こんにちは。田中彩子です。今日は僕が来たので絶対勝ちます。勝って喜びを分かっちゃいましょう。お願いします。ありがとうございます。そして田中さん、皆さんこんにちは。田中です。国立来るの初めてなので、ピッチに立ちたいなっていうのはもちろん思うんですけど、それを後輩に託して、勝利もちろんしてほしいですけど、新潟もいいプレーをして、ダブルもいいプレーして、そういいサッカーを動かしてみたい、その中でグランパスが勝つという試合を僕は見たいなと思います。皆さんで応援していきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ対戦は岡山さん。皆さんこんにちは、岡山です。新しい国立ですけど、個人的にはプロになってデビュー戦が国立で、現役時代3本以外決めたことがあります。そのうち1点はピクシーがアシストしてくれました。今日はこの2人が揃ってますけど、ユーチューブが呼ばれてグランパスが勝つでしょう。皆さん応援お願いします。じゃあ再びドラゴンズの別さんに締めていただきましょう。ザッケンザッケン、ファンの皆さん、今日は会いて本当に嬉しいです。できてー and never forget, never give up, 頑張ってくれます。それではこのままゴールに向けて応援選手たちですね、こちらのピッチ
回ってまいりますので、ぜひともお近くにいた際は、あるある